何してないと、あれ運転席行かんと。はい、ちょっとあの宮迫さんにちょっとお知らせが。はい、お疲れ様でした。いや、狭い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 な。お疲れ様でした。稽古初日お疲れ様でした。お疲れ様でした。何してんねん。行きましょう次。あ、おもつさんどうか。じゃあ、はい、何してんちょっとまあまあ押してるから早めに行かれ、はい、何してんねん。 どうしたんですか。何をしようとしてんねん。いや、運転ですよ。どうしたんですか。いや、免許を取ったっていうのはこういうものです。いや、聞いたけど。はい。え、ちょっと見せてもらっていい。やめろやめろやめろ。個人情報ちゃんとしお前が処理するんだから。やめろ。おい、はい、どうしました。取ったのは聞いたけど。はいはいはい。 お前の運転で乗りたくないって何回も言ってよ。それを聞いて僕ずっと練習したんですよね。あやとね。そうですね。兄さん乗せてない状態でいっぱい運転してもう大丈夫だなってチームからもうはい。もう分かった分かった。最悪お前の運転でもええわ。はいはいはい。 F1 のシートベルト用意してくれ。あのガッチガチになったやつ。安全性抜群のやつ。エルグランドに。はい。マジっすか。いや、いけます。大丈夫。本当にだってもう国から運転していいよって言われてるんですか。いやいや怖い。ちゃんと安全運転で行きますよ。もうシートベルトも手こずっとれないか。シートベルトが一番難しいんですよ今の車って。難しないわ。マジで嫌や。マジで嫌。ちょっとエンジンかけますね。あ、なんか緊張するな。やっぱかけれる。かけれるわ。いや、かけてたな何回も。こっち側であれ。あやとは。マジでいいや。ちょっと目的地あのやるんで、あの喋、うん、っててください。喋っててください。早よ帰らなあかんねんお前。病院行かなあかんねんやから。ね、腰があれですからね。そう。大丈夫ですか。本当にもう一日しんどそうでしたね。大丈夫じゃないから病院行くんやから。ああなるほど。一応今日は稽古初日だったんですよね。初日、まあ、あのそんなあの動く役ではないけどある程度は動くからさ。一応でもアクションもついてましたよね。そう。いや、かっこよかったんですよ。むっちゃ我慢してたわ。やっぱさすがですね。すごい宮迫さんは。はよ。ちゃんと送り届けますからね。宮迫さんの出番が来た時にあの出演者の人たちはちょっと小声でおおって言ってましたよ。大丈夫やったか。はい、あれ運転参道ってやったら青森から出てくれる。違う、おかしいおかしい。なんだろう。どういうこと。どういうこと。間に合えへんやろ。大丈夫です。え、そんなこと。表参道ってあの地名というかあんねん。あるんですね。そのあちこちに。あ、そのお寺神社の近くにね。表参道いたいろんな表参道出てくるよそれ。あ、今ちゃんと、はい、東京の表参道になりました。行きますね。ボケボケ。ガイド開始押さなあかんやろ。サイドブレーキ、あ、難しいや。サイドブレーキを、はい、解除して。マジで嫌やわ。お前、腰悪化するやろ、お前の運転で。いや、意外と僕あの、逆にビビりなんだよ。あよ。ああ、怖い。せかすのが一番ダメ、初心者を、こうやって。あよ、行ってくれ。出口狭いからね、こすんないでよ。いや、横になんか高さのバイクあるから気ぃつけろ。あ、忍者いいバイクっすね。いいバイク言ってるバイクちゃう。バイクも取りたいな。目の前すぐ道路だからね、出にくいよ。目の前すぐ道路じゃない出口なんかないでしょ。出口は道路に出るんだから。道路で車も走ってるから。あ、これどっちだったの。とりあえず左出ますよ。出ます。ちゃんとね、歩道に出る前はまず一旦停止をして左右確認してから出ます。そんなんいちいち口に出さんでもやんねん。一時停止がどうぞ先行ってください。お前や、通行者が優先や。歩行者優先ですね。一時停止が絶対ですからね。駐車場出るのに4分。よしよし、ナビ、ナビですよ、ナビ。はい。あ、出れました。着いた？着くか。着くか。まだか。はい、安全に行きましょうね。きついよ。きつそうだよ。安心して乗ってくださいね。ゆっくり休んでください。もうあと喋ることなんかないで、もただドキドキしながらお前の運転車に乗ってるだけ。それはそう。いや、なんかちょっとこう応援とかないですか。頑張ったらこの忙しい中免許よく取ったなみたいな。それで初心者マークついてんねや。そうです、そうです、そうです、そうです。そういうことちゃんとつけなきゃいけないですからね。はずいわ、初心者マークの移動車。いや、いいじゃないですか。でも教官にもすごいやっぱ褒められましたよ。久しぶりにこんななんか安心して乗れる運転味わえましたって言ってもらいましたよ。あ、もう切る。あ、誰に喋りかけてたんや。
兄さんにですよ。俺になん？はいはい。知らんがなとしか言いようないよ。で95点だったんですよ、あの卒業検定が。ちょっと5点減点あったんですよね。うわ、やば。やばくない。70点で合格ですから。やばいやば。やばくないです、やばくないです。はい、ちゃんとね、青になっても一応ね、確認しながら行くっていうね。はい。法定速度より遅いんちゃうか、これ。いやそんなことないですよ。そんなことないですよ。今、こう40キロ制限なんで、40キロで走んないと。40キロも出てないよ。出てます、出てます。もうやだ、もうなんかもっと。つくんかな、ほんまに。リラックスさせて運転してほしい。ゴールに。ゴールにつきますよ。でも僕、結構遠いんだ。ここから僕50分ですることになるんで。お前、ほんまに頼むで。大丈夫。マジで安全運転だな。大丈夫ですよ。初めて運転したのはどんな時でした？免許取って宮迫さんは。うん？初運転ってどういう運転でした？初運転は TBS の車庫入れが初。車庫入れ？TBS？ TBS。車庫入れからやったんですか、いきなり。 TBS のラジオで先に車を買うっていう乗りをやって。はいはい、開演ですよね。そう、ほんで初めてのお披露目も TBS が最初や。へえ、それ番組関係なくですか。番組ラジオでな、あの生中継みたいな。ラジオで生中継。そうそうそう、車庫入れを。そう、面白い。映像ないんすね。映像ない。危ない危ない危ないという伝わんねえ。うまくいったんすか。うまくいった、うまくいった。宮迫さん、運転やっぱお上手ですもんね。あ、言えと思ってても。俺は上手だね。だぜ。俺は上手だね。どうですか、今のところ。もう僕が運転してるって忘れてたでしょ。心地が良くて。どうですか。もうドキドキ、ドキドキが止まれへん。マジっすか。こんな安定した運転してる。今後ずっと運転するってこと。それはもちろん、そこ3人で交代交代でやりますよ。やっぱ疲れとかもあるし、お仕事とかもあったりするんで。ほら、僕らが運転できてなくてタクシーで移動して経費かかってるとこもあったんで、その辺僕がちゃんとやりますよ。ずっと初心者マークつくやん。窓閉めてます。窓閉めて後ろ。ずっと初心者マークついた状態やんけ。まあ、1年はそれは我慢してくださいよ。かな、なんだかな。毎回僕らが乗るとき剥がすの面倒っすね。そうや。剥がさなくても別によくない。なんで剥がすの。いや、嫌でしょ。はずいってなんですよ。別に誰が乗ってるなんて分かんないでしょ。はずい、はずい。いや、もうなんか舐められるしね。なんかな。はい。いや、そんなこと、そういう運転してるからダメです。舐める舐めないとか、もうそういう考えがもうダメだ。ハンドル握ってほしくない、そういう。いや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 、本当に舐める舐めない。僕らは舐めたりしないですけど、まあ、舐める人間がいるんですよ、世の中には。おんねん。煽ってきたりとか。想像以上にいるんですよ。なるほどね、はい、いるんですよ。いるんです。はいはい。なーにーやっちまったな。男は黙って、安全運転。そのままよ。そうですよ。運転したら僕多分トーク力4割減ぐらいになると思うんで。もうじゃあもうゼロに等しい。いやいや、普段 40% みたいになってるじゃないですか。そんな普段の最高得点が40点みたいな。ダメだ、喋れない。もう喋らんでええの。もうマジで怖いから。いやいやいや、そんな。いやいや、大丈夫ですか。ああ、安全に運んでください。頼むで、はい、大丈夫です、もちろんです、はい。じゃあまた到着するときにまた取りましょう。じゃあ何がしか違反なり事故なり起こしたらすぐもう免許取り上げるかな、俺は。国ではなく俺が取り上げるから。個人で。いえいえ、頼むで。はい、はい、大丈夫です、ちゃんと運転します。お願いします。はい、お願いします。はい、頑張ってください。はい。いやー、無事に無事故無違反で着きましたね、矢坂さん。前も言ったけど、そのサングラス別に似合ってるけど嫌いや言うてやろ。ちょっと小栗旬だけや、その感じでいけんの。最近僕似てるって DM 来ますからね、マジで。これはマジで何回も会ったことあるけど似てへんや。いや、運転の話ですよ、宮迫さん。どうでしたか、結局。普通。まあ普通ならいいや。普通ならいいや、よかった。じゃあ今後運転させてもらいますよ。はーい。はーい、ありがとうございます。ちょっと横つけます。はい、腰治療してきてください。はい、行ってきます。はい、お大事に。はい、ありがとうございました。痛そう。お疲
疲れーって。バイバーイ。